最近さ、しょっぱいものめちゃくちゃ目覚めててさ、まあ、甘党よりは絶対辛党なんだけど。ああ、なるほど。昨日もね、コンビニでね、芋洗い坂係長じゃなくて、なんだっけ、花畑牧場か全然違う全然違う花畑牧場のいぶりがっこ。あー、いぶりがっこ、そうそう、渋いですねっていうのがセブンにあってさ、全然いぶりがっことかそんな別に興味ないんだけど、なんか手に取って買っちゃってさ。いぶりがっこってあれよね、燻製たくあんみたいなやつよね。あ、そうそう、それとなんかチーズのマリアージュですみたいなやつ、普段絶対買わないのに買ってしまった。美味しかったよ、花畑牧場のチーズが。で、そこに細かくみじん切りになったいぶりがっこが入ってる。あー、あ、ちょっと想像つきました。お酒多分飲まれる方は好きだと思う。燻製食べれる人は。はいはいはい。へえ。花畑牧場ってさ、牧場直輸入じゃないけど手作り感があって、うん、ああいう有名な生キャラメルとかそのチーズとかも、うん、形がさぐちゃってしてたわけよ。それがまたなんか美味しいっていうか、ちょっととろける系も袋から出すときつるんって出てこない、その機械じゃない感じがまたなんか美味しく見える。工場でカチッと作られてない。そうそうそう、ちょっとあれワンチャンベチョってなるような感じが。ちょっとそれはわかるかも。それが美味しかったか、皆さんセブン行ってみてください。あ、漬物食べれない、なんだろう、食感かな。僕昔漬物の食感苦手だったかも。カリカリが特に白菜の浅漬け今はいけます、今はいけますよ。昔無理やった気がするな。なんかね、中途半端に火の通った野菜、ちょっとしんなりした野菜が全部ダメで。え、じゃあお鍋もダメじゃん。お鍋絶対、お鍋野菜全然無理やって、よかったね、食べれるようになって。そう、なんかね、全然今大丈夫なんだけど、昔食べるとこのこの米髪のなんか前言ってたな、それ米髪がね、ちょっと言わないで、みちょみちょする。あ、惜しい。きちょきちょする。あ、違います、離れました。なんだろう。あ、ギュムギュム違います、ギュムギュム違いますみちょみちょ、みちゃんみちゃんは似てますね。なに、ミンミンするの。なんだよそれ。なんでよ。